さあ、ひろとさん来ましたね、注目のマッチアップ、第1クォーターから。いや、楽しみですよね、これね。エドワーズが持ちます、前にベクトン、駆け寄ってきて、原シューター、工藤がつきます、エドワーズ、オープンで一旦富樫に戻す、ショットクロック残り5秒、スリーを打って、落ちる。ここも積極的にやっぱりスミスを触りに行くんですよね。千葉ボールです。厄介ですよね、本当にセカンドチャンスというね、ことを考えるとやっぱりスミス選手の運動を使いながらボールをなんとか離してファラゼ、そしてまた富樫に戻ってくる。ショットクロック残り1秒、うわーっ、そうなんですよ、これがあるんですよね。なんというスリーポイントだ、これが富樫勇樹です。残り20秒を切る。いや、こういうところは絶対必要ですよね。ドライブからキングに渡ってスリーポイント、若い力でっていくかというプレーでした。これが最後ベースラインに沿って河村のドライブ、そして外に送っていってキング回のスリー。いや、これが若い力ですね、躍動しています。いやー、ですから一ついいプレーがあると、はい、もう一度スミス、エドワーズが少しバランスを崩していましたが復帰します。富樫がかわしてきた、2人かわして3人かわして、うまいですね。富樫がスリー打っていきましたが落ちる、残り1本切りました、カーシューだー、出ました、スティール、ここでか、中盤のスティール、河村、いや、このスティールは大きいですよ、魔法のようなスティールでした。フロントコートで再開です。ショットクロック残り10秒、富樫が持ったポンプフェイクを2度3度挟んで、もう一度富樫が持ってエドワーズに渡してスリーポイント、きたー、しびれる展開になってきました。そうですね、この細かいつなぎの中で最後はエドワーズワンチャンスしっかりと沈めてきました。結果としてはやはりレフトの選手のところなんですよね。スリーポイントで同点という場面、時間を使う富樫のディープスリーだ、これが落ちた、アウダが取った、アウダが取った、残り 1.8、 残り 1.8、 今日の試合です。さあ、遠くに離してここは打たせる、スミスのスリーが決まった、ここでブザー、76対75、横浜が5年ぶりに千葉ジェッツに対して勝利を収めました。いやー、もうなんとも言えない勝利じゃないですかね、今日のこの勝利は。前半まずいい形で大きなリードを保って折り返して、第3クォーター